セミファイナル10回戦を行います。赤コーナー元 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオン、 WBA 世界ライトフライ級中日、117パウンド1/2、 山口圭司。 青コーナー 117パウンド、 倉敷森保所属、 赤澤貴之。 ジャッジ原田武雄。 宮崎聡。 両選手の戦略系列表を。
Three.
杯赤コーナー選び6
Round 7.
One nine.
勝者赤コーナー山口圭司。ただいまの採点の結果をお知らせいたします。レフェリー上中99対92、ジャッジ宮崎98対90、ジャッジ原田98対92、三者ともに山口選手の勝ちでございます。